マイクロフィルムは大当たりだった。西ベルリンのダミー企業を介した KGB のスパイ網を映し出していた。 KGB のミハイル・ベロフ大佐が壁を挟んだ向こうからこちらへのソビエトの諜報活動を一手に取り仕切っていた。彼は西ドイツで活動している東の要員名を一人残らず知っていた。まさに歩くノックリストだ。メイソンの任務はベロフを尋問するために拘束することだった。だが言うまでもなく事態は急変する。スペースナズラゲだ。こんな兵力を投じるなんて普通じゃない。間違いなくベロフはそこにいるぞ。ここは手早くやるぞ。生け捕りにするんだ。突入する。突入する。クソ、目標が逃げた。やべ、ぶっちゃう。これは宝の山だな。情報の山だ。メイソン、奴を逃がせろ。蜂の巣をつついちまったな。とんでもないことが起きてるぞ。メイソン、どうなってる。死ぬわけないだろ。奴は不要だ。諜報員のリストを手に入れた。メイソン、心臓が飛び出るかと思ったぞ。